林外務大臣は日本に住む一般のロシア人への誹謗中傷をやめるよう呼びかけました。日本に住む一般のロシア人をですね、ロシア人であるという理由だけで排斥したり誹謗中傷するようなことはですね、行わないよう改めて呼びかけたいと。林外務大臣はロシアによるウクライナ侵攻についてプーチン政権による侵略だと強調したいと述べ、日本に居住するロシア国民からも反対の声が上がっていると指摘しました。その上で、日本に住む一般のロシア人やロシア料理店などが SNS 上などで嫌がらせを受けていることについて、ロシア人というだけで誹謗中傷などしないよう呼びかけました。自民党の会議でもプーチン政権と日本に住むロシア人を同一視してはいけないとして、外務省や法務省に対して対策を求める声が上がっていました。